皆さんこんにちは、本間美希です。今日は繊維筋痛症物語52話です。本日は、いただいた質問にお答えする回です。美希さんはなぜそんなにお着物が好きなのか、お着物を普段から着ているのかっていう質問なんですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、七五三の時に、着物を選びに行ったんですけど、自分の希望の着物が着れなくてですね、母の予算額の着物になりまして、その着物が、気に入らなかった。自分の着てる、希望してたものが着たかったっていう悔しい思いから、将来は自分の好きな着物を買って、いっぱい着るんだっていうのを、強く決めてました。で、これ今回初めて買った着物なんですけど、すごく気に入っています。着物って着てみると思ったより楽で、流行りもないし、着方も統一なのですごく楽ですね。もうこれも、もうすぐ20年くらい経ちますけど、汚れてないし、綺麗だし、傷んでないし、すごくいいと思ってます。流行りに左右されないのが一番いいと思います。そうですね。こんな感じかな。とにかく、悔しかった。悔しかったので、夢は叶えるぞっていう。強い気持ちで夢を叶えました。今回は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。また質問がありましたらご連絡ください。失礼します。